し同じものをこう繰り返していく。輪廻転生っていうのは亡くなったのは次の人のための、対比になっていくっていう感じですね。あの稲もそれを感じますね。去年からの仕事ですね。自然の中で土を触るっていうのはすごく気持ちが静まりますよね。穏やかになる。去年のちょうど11月が陶工っていうんですけれど、ティリングビフォーウィンター、ブロックにして土を凍らせて中の虫とかを殺すっていう目的です。酸素がない、還元されてる状態です。ちょっと難しいですよね、でもこうやって起こしてあると酸素が十分入ると思うんですね。3月ぐらいまで、雪解けまでそのままラスパチーズスリーピング。3月半ばぐらいに一度もう一回田を起こしますね。それで同時に種もみが来ますから、それを病気にならないように消毒します。消毒液を作ってそこへ24時間つけておきますね。で、5月の初めには種もみを水に浸して芽出しをします。で、ずっと西側で小田切ダムへ来て取水して、結局ここへ来るってなんですね。だからいい水だと思う。5月の10日だったかな、シーディング、種まきと筋巻きっていうんですけど、筋っていうのは何だろう、ラインで、メニーラインズで、そのプレートが、その溝があって、そこへ種をまくんで、それが筋巻きっていうんで、あれは葉種機っていう、やっぱり機械に乾いた種もみを上に入れて、土を入れて機械にかけて種もまいて、でその上にまたもう一回土をかけて、中には殺虫剤を混ぜます。それは、やっぱり稲を守るためっていうことですね。うちの場合は草かきっていう、道具で練ってベッドを作って、今度はフラットにします。でそこへ21プレイツをセットアップして押さえつけます。で押さえつけるっていうよりも液状化現象っていう言い方ですけど、プレートを揺すってやると下から水が染み出してきて、 like glue のようにくっつきますね。穴の開いたプラスチックシート、それでスズメが遊ばないようにクロスをでネットをカバーします。今度育苗期っていう期間に入るんですけど、10センチ15センチぐらいになると今度田植えになるんですけど、 about one month ですね。田植えの時にはその
プレートを取って伸びた根は田植え機に引っかかっちゃうんで、まあ、包丁でカットしますね。側溝はきれいになったところで田植え機を動かします。U ターンして U ターンして U ターンっていう感じですね。だんだん植えていきます。あとはちょっとショートブレイクですね。毎朝水は管理します。水がなくならないように水は入れます。稲も花も咲いてないし、だからスズメも別に興味ないと。あとカエルと遊んでるだけで。それで8月の 10日前、5日ぐらいにはちょこっと目穂が出てきます。で、一つが見えると結構バーンともうみんなもう出水期って言いますけど、その頃一度水を止めて、ちょっと中干しっていう言い方とか土用干しとか言いますけど、干すっていうのがドライイングですよね。乳熟期って言って中がミルク状になってくると、スズメはこうミルク飲むみたいに食べちゃうと本当に被害が大きくなるんで、その時にはネットを張ります。稲の色も黄金色っていうゴールデンイエローみたいな感じになってきますから、穂は100粒ぐらいのもみがあるんですけど、そのうちの 80% ぐらいが黄色くて、あと 20% はまだ青い状態だったら、もうその時にはもう刈り始めるタイミングなんですね。買ったら今度はドライ、ハゼ掛けということで三脚を立てて棒を渡してそこへドライしていきます。で、今年の場合は皆さんに手伝ってもらったり、キリさんにこうパスしてもらう。パスっていうのをなんか日本語で言うとサンダスっていうんですけどね、サンダしてもらうと楽だったとか自分でやるよりも本当助かりました。早ければ1週間ぐらいでちょうどいいくらいに乾きますから、今度は脱穀ですね。15バックスがいっぱいになって、それをうちのストアハウスに運ぶと。そうするとなんか自分の中ではちょうどテストが終わったみたいな感じですかね。脱穀してバッグへ入って倉庫へ入ると、あ、結果が80点だとか70点だとか100点だとか出ますから、それでまあ一安心って感じですね。途中の、ブレイクしている時もドラゴンフライも飛びますし、大きなドラゴンフライは空飛ぶし、ちっちゃいドラゴンフライは稲の中を飛ぶし、でそれを飛んでるドラゴンフライを取る スワローも来るし、ストリングスドラゴンフライみたいなのは雲に取られるし、弱肉強食っていうローオブジャングル、ローオブジャングル、ローオブジャングル、一年を通してずっとやっぱり稲作ライスファーミングで感じるのはそういう輪廻転生のことと弱肉強食ってこと。で、私の仕事も春先から殺虫剤、殺菌剤、除草剤、他のもう命を奪う作業がいっぱいあるんですよね。農家の仕事ってのは本当
他の目的物以外は全部殺すっていう仕事だなと思って考えさせられるんですよね。だからって言ってそれはやめるわけにはいかないし、だから日本のしきたりの中では年の暮れまでに虫送りだとか、あの春には記念祭、秋には収穫祭やって、それはこれからあの今までの殺した命に対してもごめんねとかありがとうって言って、で秋にもありがとうっていうことですね。そういうことで1年毎年きっと日本の場合は弥生時代2000数百年前からずっと続いてきたことだっていうことですかね。